はい、本日はですね、チームの市場価値ランキングの方を見ていきます。まあもちろんプレミアリーグのものになるんですけれども、もう最初からね、ここはもうランキング出ちゃってるんですけれども、1位はシティ、2位アーセナル。ここまではねプレミアリーグの昨シーズンの、まあ、普通のシーズン成績と同じなんですけれども、ここで12位だったチェルシーがね、なんと市場価値のところでは3位に入ってきてますと。あとはユナイテッド、リバプール、トッテナムと。で、ニューカッスルの方がね、まあいきなり順位上がってきたっていうこともあって、市場価値の方ではね、まあそれでも急上昇だと思うんですけど、7位につけてると。でさらには我らが三笘選手がいるブライトンも、9位。本来ね、獲得した時の選手の金額で言えばもうかなり下だとは思うんですけれども、それでもここ 1,2 年でやっぱり選手の価値が急上昇しているということもあって、順位の方もね、昨シーズン見事6位に入りましたけれども、こちらの市場価値の方でも9位まで上がってきていますと。そして降格してしまったね、レスターだとか、あとサウサンプトン、この辺りもねいい位置にいるんですけどもね、ただやっぱりそれだけではプレミアリーグは勝てないっていうのがね、この順位にもしっかり表れているのかと思います。まあリーズはそのまま妥当な結果にはちょっとなってしまったっていうのは残念ですけども、フラムなんてびっくりですよね。順位自体もう10位ですから、ここまで、市場価値は20位でありながらも、リーグ自体はちゃんと10位まで上がってきてると。でさらにはボーンマスもなんだかんだで、まあ、昇格組でありながら、あでもリーグで10あリーグで15位かでありながら、まあ、上がってきてるってところで、ここはお見事だと思います。あと意外にもね、クリスタルパレスもここではね、市場価値のだけで言ったら降格圏内に入ってるんですけども、順位上はしっかり11まで上がってきてるんで、なんだかんだでね、チームのコスパとしては非常にいいのかなと思います。で早速ちょっとね、気になるチームの内訳の方をね見ていくんですけど、まずは1位のシティで、こちらの方の選手個々人のね、価値というか金額の方も見ていったりしていこうと思うんですけれども、まずエデルソンの方が4000万ユーロか、まあまあゴールキーパーの中では非常に高いと思います。でやはり目立つのは個人でも入ってきた、まあルベン、ルベンディアスも8000万ユーロなんで、こちらもね、日本円にすると100億円を優に越してきます。大体、ざっくりですけれども、7000万ユーロを超えてくるような選手は、日本円に換算すると、100億を超えてくるというところです。まあ、あとはアカンジもね、年齢27歳っていう中で難しかったと思うんですけども、しかも移籍初年度冬ですからね、しかも。そこでしっかり価値を上げてきた。で、ストーンズも29歳ながら価値を上げてきました。で一方でカンセロはね、まあ、年齢とか、まあ、今シーズンの成績も相まって下がってきたと。そして、あとはロドリもう27歳でありながらしっかりと上げてきた。であとは気になるところで言うと、あカルビン・フィリップスね、もっとね価値高かったのが、まあ、今シーズンほぼほぼ何もできなかったんで、まあ、ここまで下がったと、まあ、1年目ということで2年目に期待したいと思います。であとは、まあ、デブライネとかは前回の個人の方で触れた通り、あとグリーリッシュとかも上がってきてるところで、あとはね、ユリアンがね、ちょっと、もうちょっと上がってもいいと思うんですけど、ギリギリね、100億には届かない。このトランスファーマルクトだと。で、見てみると100億超えの選手っていうのが、まあ、ハーランド、グリーリッシュ、ホーデン、あとデブライネ、あとシルバ、すごいな、1、2、3、4、5人、この時点で5人か。で、ロドリで6、そして、ルベンディアスで7かな。まあ、100億円超えの選手が7人もいると。まあ、そりゃ強いですよね。まあ、しかも年齢がね、そこそこ高い選手でも、まあ、デブライネとかね、のような選手でも100億を超えてくるってところが、やはり、シティのこの盤石の強さというか、まあ、ベテラン中堅の方が全然だれていない。若手が高いのはね、高くついてくるのは当然なところではあるんですけれども、まあ、中堅から特にベテランの息のかかった選手でも100億を超えてくるので、まあ、そこもね、やっぱりシティの強さというか、のが垣間見えるかなと思います。そしてね、次見ていきましょうか。戻って。で、ここね、やっぱさすがだと思うのはアーセナルですよね。まあ、市場価値全体で2番手っていうか、シティが一つだけ桁違うんですよね。ビリオンに行ってるんですよね。で、ここは、ラムズデル。今、25歳ってこともありますけれども、エデルソンと同じ金額ですね。
で、ここでセンターバックのサリバはもうちょっとまだ上がりそうな気配はあります。あとマガリアインスも、ああここでとどまるのかみたいな、2位のチームでしかもほぼシーズン出ずっぱりの状態、怪我しないんで、それでこれはちょっとなんか、まあ元がねそこまで高くなかったってのはあると思うんですけれども、もっと上がってきてもおかしくないと思います。まだ25歳ですし。で、あと上がってきたのはジンチェンコ。まあ、意外とまだ26歳なんですね。シティに来て、あ、シティからアーセナルに移って見事にね、価値高めていきました。あとはベン・ホワイトも上がってきている。まだまだここら辺、ベン・ホワイトも25歳なので上がりそうな気配。で、冨安選手はね、まあ、でも現状維持なのかな、これは。っていうところを見ると、本当にね、試合にさえ出てれば、全然上がっていくなっていうのが分かります。で、下がってきたのは、まあ、パーティー。まあ、年齢的なところが大きいとは思いますね。あと、ジョルジーニョもかな。で、他に上がった選手で見て、やっぱ、ウーデゴール。ここは当然。で、あとは、マルティネリ、あとは、サカ。まあ、当然ですよね。この辺見てくると、100億、ジェズスも超えてるのか。100億、あと、バロ軍もね、フランス、今、フランスか。フランスの方にいるんで、また戻ってきてそこそこ活躍すればガーンと上がる可能性はあるんで、21歳ですしね。なので今のところ100億円超えのね選手を見ていくと、まあサカ、マルティネリ、ウーデゴールの、3人しかいないのか、意外にも。ただディフェンスセンターバックの2人はね、まだまだ全然惜しいところにいるんで、上がってきてもおかしくないし、ラブズデールだって、100億円超えはねもう目の前だと思うので、今後がまた楽しみなチーム、ある意味シティとかよりも、まあ、将来性が高い、まあ、年齢的にね陣容ではあると思います。そして次ね、皆さんね気になってるとは思うんですけれども、まあ、シーズン12位で終えてしまったチェルシー、見事市場価値では3位に入ってきてるというところで、こちらはね選手もまあ多いんですけれども、ただケパがね1800万ユーロでまあ上がってるってことで、結構市場価値がやっぱ去年一昨年で下がってたんですよね。で、あと見ていくと、まあフォファナが下がってしまった、もともとは100億超えたと思うんですけれども、で、あとは、バディアシルは変わらずか。で、あと見ていくと下がってる選手が多いですね。まあククレジャも下がってしまった。元は90億ぐらいでね、来た選手なんで。で、あとは、まあホールはね、ちょっと数少ない、まあ、希望の材料というか、まあ、まだ金額自体低いですけども、これからが非常に楽しみ。で、軒並み下がってのあとはエンソフェルナンデス。まあ元が異常に高すぎたんで、まあそれでも落ち込み具合が半端じゃないですけども、まだ100億を超える価値はしっかりついていると。で、あと見ていくとここら辺も軒並み下がってるのはマウント。もうなんかユナイテッド決まりそうな雰囲気ありますね。で、あとは上がっている選手がほぼいない。で、ブワーって見ていくと、まあ、ルカクも当然下がってるし、あとハバーツの方ね、アーセナル決まりましたけれども、実際には、100億超えたかな、100億ちょいぐらいの金額だったと思うんで、まあ、ここ、マルクトとは変わってくる。で、まあ、仮にハバーツが100億超えっていうことにして、まあ、実際超えましたけれども、プラスあと、エンソ・フェルナンデスが、超えてくるところを見ていると、チェルシーはわずかに2人しかいないんですね。これだけ市場価値高いながらも、まあ、人数が多いというのもありますけれども、という中で、まあ、飛び抜けた選手っていうのが意外にも少なくなってきてるのかもしれないっていう印象です。そして次ユナイテッド、こちらも気になるところですね。今、まあ、内部でだいぶゴタゴタしてるというか、オーナーどうなっちゃうのとかね、移籍市場がちょっと滞ってます。で、下がってる選手がやっぱり多いかな。ベテランも多いんで。あとは、まあまあ、バランダとかは仕方ないですよね。年齢もありますし。で、マグワイアも相当下がってます。で、その中です。意外にもリンデルフが上がってきてるんですね。で、あとは、ルーク・ショー。ここもまあ、27歳とまだまだ、まあ、ギリギリかなっていうところで、しっかり昨シーズンのセンターバックでの活躍とかもあって、上がってきていると。あと、ダローと意外ですね。で、あとは、ワンビサカもちょっと上がってきた。で、さらに見ていくと、ああ、でも、上がってる選手が少ないですね、やっぱり。そして、さらにこの中で、1億超えってなると、まあ、ブルーノ・フェルナンデスか。ブルーノ・フェルナンデスと、あと、ラッシュフォード。この2人かな?この2人だけかな?
まあさっきがチェルシー3人っていうこともあったんで、それを考えると妥当かもしれないですけども、まあでも2人だけっていうのは非常に寂しいところではあるかなと思います。特にセンターバックでね、そういう選手がやっぱりいないですし、攻撃陣もね、まあアントニーとかね、そもそも獲得した時の金額を考えるとまあ結構痛いなと。まあ昨シーズンね、1年目ということもありましたし、まあ攻撃面というより攻撃面での活躍も違いを見せつける場面もありましたけど、継続的ではなかったかなと。ただ守備の方ではね、かなり奮闘する場面もあったんで、これから結構楽しみな選手なのかなと。で次に見ていくのがどれだリバプール。こちらもね、結構動きはもう早速ありましたからね。マクアリスターを早々に獲得したっていうところもあって、でこちら見ていくと、コナテが、まあ、上がってきてると。なんかもうちょっと高いイメージがありましたけども、意外ですね。まあデファンダイクは下がってきてる。まあまあまあね、でも下がってる選手が非常に多いですね。その中でアーノルドは変わらないのかな。であとはカーティス・ジョーンズが上がってきてると。まあ22歳っていうこともあったり、昨シーズンの後半からのね、勢いとか成長ぶりを見てると、まあ覚醒してる感があるんで、ここはね、下手す来シーズン倍以上になっても全然おかしくない。でも前線は軒並みもう落ちてますね、皆さん。まあ元々の獲得金額だとか年齢とか考えるとってのもあるんですけども、まああとはジョタとかはね、どうしても、怪我で離脱が長かった分下がってしまった。まあガクポもね、獲得金額自体は割と妥当な感じがしたんですけれども、ちょっと下がってしまいました。まああとヌニエスとかは露骨ですね。まああれだけ外したりしたので、ちょっとしょうがない部分はある。でサラーに関しては、まあ活躍は相変わらずですけれども、まあ年齢っていうところが多いのと、まあ全盛期だとかちょっと例年に比べると少し落ちてきてるなっていう成績だったので、まあ仕方ないのかなって印象ですね。なのでこの中でね、超えてきてるのって、あとルイス・ディアスか、すごいですね。結構怪我で離脱した期間が長かったんですけれども、それでも7500万ユーロを維持してると。でこの中でなので100億超えをしてるのは、ルイス・ディアスだけになってきますね。なかなか厳しい。まあサラーもここから上がるっていうのは考えづらいですからね。ただヌニエスとかはまだまだわからないし、学部もそうかな、もう全然上がってもおかしくないとは思うので、この辺に期待したいのと、まあまだここにはね載ってないですけど、マクアリスターがいるんで、マクアリスター超えてきてるんじゃないかな。なのでまあ実質2人ぐらい、今マルクト系だとまあ100億分の選手がリバプールにはいるっていうような感じだとは思います。で次はね、まあ、全部やるとキリがないんで、もうあとはちょっとこの辺飛ばして、ブライトンね、見ていきたいと思います。ブライトンは一体どれ、何人かいるのかな。で、ここは、まあやっぱり矢印上がってる選手が多いですね。ウェブスターも28歳ながら価値が上がってきてる。あとは、出番はまだね、少なかったですけども、ヘッケだとか、あとエストゥピニャンも上がってきている。ここで出てきたらカイセロですね。まあまあまあ、でもまあちょっと移籍してしまうんで、ちょっと移籍してしまう可能性がね、非常に高いので抜けてくると。あとマクアリスター、でもギリギリマルクトの中だと100億には届かないぐらいですね。で、あとは見ていくと、意外に、まあ三笘選手はこの間見た通りね、大体50億ぐらい。で、他の選手見ていくと、意外とね、現時点で 100億超えって選手はいないんですね、そんな。今のところカイセロだけってなってますけど、あと、まあ実質マクアリスターもそのようなもんですけれども、ほぼカイセロだけで、しかもカイセロもまあ抜けてしまう可能性があるっていうところで、じゃあ時点で誰になるのと。で、ダフードとか、まあ、なんだっけ。ジョアン・ペドロとか入ってきますけれども、まあ、そこら辺ちょっと抜きにして、このカイセド・マクアリスターが抜けた後、一番高い金額になるのが多分三笘選手とエストゥピニャンになってくるんですよね。
50億。なのでこの選手にかかるまあ期待っていうのは当然大きくなってきますよね。プレー面でもそうですけれども、金額といったところでも非常に期待がかかる。しかも2人とも年齢がね、まあほぼ一緒ぐらいなんで、もしかすると来シーズンあたり移籍市場に出ても年齢的にねおかしくないっていうところはあるので、まあブライトンの来シーズンの動き次第というか成績次第ってところあると思うんですけれども、この2人はまあ正直この夏でもステップアップしてもねおかしくないぐらいの価値が上がってきてると思います。まああとは契約年数とかのね問題なんでどうなってくるかというところだと思います。で大体今ねざっくり見てきましたけれども、ちょっとフラムもすごいよな。でもフラム10位ですからね、ここではもうペケなのに、そこから10位まで上がってくるっていうのはまあよほど、戦術が優れていたりだとか、まああと選手の価値自体がそこまで上がってないっていうところを見ると、戦術っていうことになってくるのかな、その辺のやりくりがうまいのかな。まあクリスタルパレスとかもそうですけれども、まあ逆にレスターだとか、まあサウサンプトンって落っこちてしまったチームはまあ正直縦ポンサッカーが目立ちましたよね。まあ古き良きイングランドサッカーというか、戦術とはちょっと無縁な感じはあったんで、まさにそういうのをここは表してるのかなっていうような印象はあります。でウエストハムもね、実は結構高いところに、まあ主にねデクラン・ライスが引っ張ってると思うんですけども、っていうのもありますけど、まあブライトンと金額的にはねほぼ変わらないんで、それで実際の順位はまあ14位っていうところでね差は出てきてるなと。でトッテナム自体も、でもトッテナムはリーグの順位もまあそんな良くなかったかっていうところで結構妥当になってきてしまってる。であとはまあ何気にブレントフォードとかもね、市場価値は14位だけど、リーグ戦の方でしっかり一桁に入ってきた。そしてビラはね、まあイサクを獲得したとかのもでかいとは思うんですけれども、結構市場価値自体も高くて、でリーグ戦も7位と割と妥当なところにいるっていう。でリバプールもそういう点ではまあ同じ5位なんでね、なのでまあ市場価値の方っていうか、まあそういう高い選手が入ってくればやっぱ上がってくるんじゃないかなっていうのは実際に見てみてね、シティがぶっちぎりで、まあ、100億超えの選手が7人もいると。でアーセナルに関してもその時点で多かった。でその次チェルシーって割とそれはまあ全体というよりかはまあざっくり100億円超えの選手が何人いるかで見ちゃいましたけれども、割とそれに当てはまった感じになってるのかなと。リーグの方もね、でもチェルシーは当然例外ですけどね、ちょっと例外ですけれども、割とここら辺は妥当な感じになっちゃってるんですよね、選手の市場価値。なのでやっぱり金なのかってね言う人いますけれども、やっぱあながち間違ってはいない。でも実際にもともとそこまでだったのが、まあもしくは高くてもですけれども、このチームに入ってからさらに市場価値を高めたっていうのがまさにマンチェスターシティだとかアーセナル、この辺りだと思うので、この2チームに関してはまあしっかりと獲得した選手が市場価値を上げてきてるっていうところが、やっぱり他のチームと差別化できてるのかなと思います。まあ実際ねユナイテッドも今シーズンは素晴らしかったですけれども、まあそれでも見た感じちょっと獲得した選手の価値が下がってきてる。でも一方でねガルナチョだとかああいった選手がアカデミーから上がってきて、いいアカデミーだったっけガルナチョで、もまあそういう下から上がってきた若手の選手がしっかりと価値上がってるってところは、やっぱり希望の材料でもありますし、まあ順位的に上がってきたのもそういうところでは納得で、リバプールに関しては、まあ、獲得した選手の価値がやっぱり結構下がってきてしまってたりだとか、で、本来上がってくるはずのね、ジョタだとか、もしくはルイス・ディアスっていうところが、長期離脱してしまったっていうところがね、かなり痛かったんで、ある意味妥当なのかなとは思います。まあ、こんな感じでね、今回はチームの情報ざっくり見てたんですけれども、今後はまた移籍市場が非常に面白いことになってるので、そちらの情報とかも上げていきたいと思います。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただき、ありがとうございました。